さあ、それではポケモンスタジアム2のメインコンテンツといっても過言ではないミニゲームやっていきましょうか。では当然4人の大乱闘といこうぜ。コンピューターは無謀にも強い。こういうのって意外と難しいんだな、コンピューターに、やらせると強いんすよ絶対。催眠合戦、振り子が真ん中の赤い針のとこに来た時に A ボタンを押すと他のスリープたちに催眠術をかけることができる。なるほど。これさ、真ん中に行った時ってことは、トントンって言ったら2回行くのかな？やってみよう。なあ、すでに眠そうだったんだけど大丈夫か？私のスリープだけちょっと、弱いんじゃないの？はい。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 余裕ない。はい、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 多分これね、人とやるより強えだろうな。今だったら。その辺の難易度設定、なんか、ああこれ、人生で苦手なやつ。メモ書きっすか？ダメです。はい。もうこれね、喋らなかったらいけるとかそういうわけでもないの。黙ってても無理だから。もうだから盛大に喋るよ。左下、左上。はい。左下、左上。ここまではいいんだよ。これどんどん数増えていくやつな。ふうふうふう。ふうふう。指で覚える。あ、もう食らってる。どうな？それどうな？はいはいはい。はい。はい。大丈夫です。行くぜ？ピッ、ピッ。お前らどうした？お前らどうした？俺強くね？でも集中力を切らすなよ。はい。はい。余計なことは喋らない。めっちゃ勝ちてえのよ。ピッ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 。よっしゃ、いけるぜ、これ。あー、忘れちゃった。忘れちゃった。間違えるかもしれん。許して。ピッピッ。早くお前らが死ねばいいんだ。みんな死ねばいいんだ。みんな死ねばいいんだ。おっしゃ！おい、おい。はい。覚えてー。きついよ。なんで脳トレしなきゃいけないんだよ。無理っつってんだろ。もうここら辺からね、頭がおかしくなるの。いったか？やったか？いきます！おっしゃ！無傷！やったぜ！ピッピピー！勝ち申した。いや、ちょっと気持ちいいね、無傷は。すいません。キャプチャが止まってたので一旦中断した。では、続けるとしようか。デスマッチはまだ始まったばかりだぜ。1対1。さあ、緑が選ぶルールは？これか。硬くなる合戦。岩に対して A で硬くなって、乗り切ろうというやつですね。これコンピューター強いっす。ほっ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 。あ、終わった。ほっ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 。影を見る。ほっほっ。こうやって一回食らい出すとな。あー、もう終わった。これ一回食らったらコンボになるね。もう無理でしょう。ああ。弱すぎる。弱すぎる。変な声出たわ。これなんか苦手なんだよね。さて、私は赤が勝つと思いますけどね。今回のミニゲームは私と赤の一騎打ちでしょ。
コクーンは引っ込んでな。どうだ、嘘だろ。黄色がかった。111。緑くんかわいそう。きな緑、お前もこの土俵に上がってこい。さあ、好きなルールを選ぶがいいぜ。お、来ました。好きな人はめちゃめちゃ好きなやつ。ベロリンガのぐるぐる寿司。寿司を食ってポイント集めるやつですね。同じのを連続で食うとコンボになると。どうしたもんかな。じゃあ、鉄火巻き狙いでいきましょう。他は狙うなよ。鉄火巻きのコンボでいけ。ごめん、マグロ食うわ。ああ、マグロ。いくらにしよう。高いネタばっか食うか。よし。高いネタは、私が食うぜ。押すな、押すな。卵もいただき、とにかく食おうぜ。鉄火巻きとは。いやいやいや、お前らが鉄火巻き食ってろ。俺はトロを食う。ああ、辛い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 。ああ、辛い辛い。おいおい、俺のトロ、俺のトロ。おいおいおい。おい、オッケーオッケーオッケー。やべえぞ。緑がなんかコンボ繋いでないか、やばくないか。ウニウニウニ、ウニウニ、おい、黄色。ああ、食わなくてよかった。エビエビエビ。エビ、エビ。やばいやばいやばい。全然コンボ繋いでない。やばすぎる。もうとにかく高いの食うしかねえ。あ、辛い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 。ウニウニウニ、ウニウニ。ああ、マジ？結構食って、食ってる量だけは一丁前ですよ、私。どう？おえー。やっぱいっぱい食った方が強いな、これ。そうかもしれん。コンボより、量だぜ。いやー、いいね。勝ちました。意外といけるもんだ。さてさて。やっぱベロリンガの寿司が一番人気のような気がするね。跳ねるでポン。カウンターを、これ跳ねろ、コイキングでは。A ボタン長押して飛ぶやつ。でもそんなタイミング、わからんぜ。わからんよね。そう。長く押し続けてないとダメらしいから。どうだ？あー、2位か！やるね、赤。俺のライバルはお前だ。よし、お前を倒すのは、この俺だぜ。緑くんかわいそう。なんか仲間外れになってるな、緑だけ。この次黄色勝ちそう。あー、走れ、こらった。飛んで、なんかハードル走みたいなもんですね。A ボタンを連打して走る。十字キーの上を押してジャンプで飛び越えよう。はい。A ボタン連打で走るのか。つうか、普通はさ、A ボタンがジャンプじゃねえの？ふっ。もう転んでるやついるぜ。だらしねえぜ。しんどい！しんどい！めっちゃしんどいこれ！嘘だろ？ありえねえぐらいしんどい。ありえねえ！ありえねえって！しかも転んじまった！みんな転べ！お！緑おめでとう！やったな！自分で選んだルールだけはあるぜ。ちょっとあそこで転んだのが痛かったな。めちゃめちゃ疲れるんだけどこれ。これ後遺症出るよこれ。鬼畜すぎるぜ。ここまでやっても余裕が全くなかったもんな。まあできれば早々に優勝して二度とコラッタはやらないようにした方がいいかも。アーボで輪投げ。首を振って、投げると。絶妙な操作性なんですよね。結構難しいですよ、これは。あー、結構力抜いたんだがな。それでもダメか。うわ、マジで。やべえぞ、やべえぞ。まだ一個も入ってない。いたか、オッケー。よし、あー、くっそ。ずれた。よし、なに？僕のだぞ。いった。よし。よし。もう先読みレベルの速さで。あー、ダメだ。いけ。よしよしよし。みんなうめえな。よし。あー、左すぎ。まだだ。あれ入れたい。いけ。よし。大きい入れやがった。いけ！
お、あ、黄色つえ、あ、黄色つえ、いい勝負だった。面白かったぜ。緑かわいそう。どうしてもこうなるな。さて、緑はどうする？そろそろルールが一巡する頃合いですが、これね、井戸掘り競争。これ L と R 連打するやつなんですよ。だから、人差し指でエッチラオッチラやってるようでは、絶対に間に合わない。であれば、殴るようにコントローラーを叩くしかないんだが、64のコントローラーは貴重品なので、デリケートに扱いたいんだがな。どうしよう。ね？画面見てない、画面見てない、一心不乱にエルとアールをしてる。お、勝った。あ、めちゃめちゃいい勝負じゃんね。こんだけやってよ、こんだけやって、こんだけ、こんだけよ。いっぱいいっぱいだよ。はい、コンピューター相手にここまで全力で、うん、いや楽しいから何よりだよ。自分で言うのもなんだけど、ビリビリ発電競争、ランプが青い時は A、 緑の時は B ボタンを連打。はい、いけそうですね。どうも、ビリリ玉です。スピードに自信がありましてね。決める！よっしゃー！緑残念だったら勝てそうだったのに。連打でもいけるのといけないのとあるな。短期決戦なら勝てる。よし！というか、ビリリ玉くんの笑顔って何気に貴重な気がする。まあ、あの色だったらボール外しか思い出せない。さあ、緑くん。一矢報いたいところだが。お！輪投げ！いいね。君、輪投げ好きなんだね。頑張れよ。黄色には勝とうぜ。よし。ダメか。飛びすぎ。オッケーオッケーオッケー。いける！黄色の邪魔しろ。飛びすぎか。微調整がほんと難しいっすね、このゲーム。よし、ダメか。さて、先読みして打ちたいぐらいだ。きたー、ダメか、やべえぞ、弾かれてる。よし、おいおいおい、どっか行っちゃった。行って、入らない。あー、焦った。赤強え、緑。これさ、金のディグダーのウェイト高すぎない？ほぼ決まるな、これ。はい、というわけで、緑頑張れ、緑を応援するゲームになってきたな。私はまだ余裕あるからね。これフラグじゃないよ、きっとね。うわぁ、また、せっかくいい思い出で終わろうと思ってたのに。よし。メモりたくなってくるけど、メモる時間もねえ、こんなの。注目！覚えて？指で覚える。もう覚えにくいやん、これ。いきなり。どうすんねん、これ。きついわー。どうだろう。なんか、格闘ゲームのコマンドみたいな覚え方してんだけど。黄色。あいつ苦手分野っぽいな。こう言って、こう言って、グイングイングイーン、グイングイン、はい。多分大丈夫だと思う。緊張の一瞬だね。ピッ、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 ピッ。よし！だらしねえ。このゲーム得意なんじゃないの、お前。いや、待て。もう無理です。ごめんなさい。ちょっと今の死後が、そう、授業中に死後を、ほらほらほら、ずれ始めた。あ、そうでもない。あ、めちゃめちゃずれてる。あ、あう、あう。緑死んだ。赤やべえぞ。覚え直しだ。無理無理無理。もう混乱しました。もう覚え方をミスったら、もう死ぬしかないよね。
だから赤に先に死んでもらうしかないな。赤終われ。ふっ、はい、はい。くっそー。やるやんけ。一回崩れたらダメなんだな、こういうのは。あと、人によっては覚えやすい形式、覚えづらい形式ってのがあると思う。たまたま最初のは覚えやすかっただけで、僕はこんなもんです。本当に苦手なんだよ。あ、あ、勝ち確だ。もう B が、あ、B じゃない、2P が諦めたな。これは僕の勝ちですよ。なんとも盛り下がる最後だぜ。俺の勝ち！なんで負けたか明日まで考えておくんだな。切り替え多くない？オッケー。あばよ。これが世界に誇るピカチュー。やり申した。では、アイアンチャンピオン。よかった、ギリギリだった。指がしんどいっす。連打系はきついな。あれ、もうちょっと盛大に祝ってくれてもいいんじゃない？と、まあ、今回は以上ですね。またあの、トーナメント制覇したりしたら、ミニゲームも挟んでいきたいですね。はい。その時は緑くんにもうちょっといいことがあればいいですね。はい。では今回はここまでで、次回また別のトーナメントとか挑んでいくと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。